こんにちはジャズドラマーのクドですえモードジャズをやってる時に要はどういう風にコンピングをすればいいかっていうお話をいただいたんですが非常にあのー、普通の AABA で考えてもらって普通に AABA でバッキングしてもらったらいいんですが特にはモードの場合はキーが変わるので、えー、サビのところにね。で 結構一色ででて上がるんでドラムがそんなに変化をつけなくても AABA の構成が非常に分かりやすくなるんでそんなにいろいろ聞いてみましたけどあんまりドラムがこうリードして AABA ってやってるかなっていうと例えばエルヴィンの「インプレッションズ」なんかは全然何もそんな AABA っていうよりかはもう自由に歌ってるって感じですからあんまり関係ないんですがただそのやっぱりこう AABA って結構こう。 長いいじゃないですかでしかも AA が同じ、まあ、大体 Dm でで Ebm に行ってで Dm に行ってってなるだけなんでそうすると Dm のところがいわゆるこう24小節も続くんでこれが結構困るなんかこう今今はサビなの今は A なのみたいなあれ A 何回やったっけみたいなのが非常に起こりうるんですね。なので、えー、と大事なのので大事は を一塊で取っといて A から B に行くところで何かこうやっぱフィルインを入れてあげるで B から今度は A に行って A の3回目要は3段目のところから次のコーラスの頭のところでやっぱり区切ってあげないとダメなんですね。だからここは軽く切っといて。 結構切ってあげっ次2コラス目いったなというような形で、えー、こういうコンピングをしたり例えば、えー、シンバルレガートのフィールのお話をした時にこのドーンをどうやって入れるかランダムにドーンを入れるのを A にして こういうふうにこうレガートをキープさす,するというか一定にしてリム法を入れたりとかするのをサビにしたりとか要はまあ一応 A と B はこう雰囲気が変わったほうがいいですね。まあたまにやるのが A は発唱節が要はこう発唱節あるのでえっと B を三拍フレーズにするとかね例えば。 後の A を普通にして今みたいに大きくフィルイン入れて頭クラッシュしてあげるこのコーラスごとに大きくフィルインしてクラッシュするっていうのはまあ初心者の段階というか、えー、ものすごく上手い人じゃなければ基本的にはここを入れてほしがりますでないとこ,うここっていうのがわからない でもじゃあそのコルトレンのインプレッションで聞くとこれやってないし途中でピアノ抜けちゃってるしベースとドラムだけでこんなフィルム入れずにずっとやってるからだから逆に言うとこう区切りがわからないからこう大きくコルトレンも歌ってるしなんかこう本当にここサビなのかって不安になるぐらいこう大きくこう歌ってるっていう感じ。うまくなってくるといちいちここ,ここで区切られるとなんかこうよくないので。 良くなないいいいととうか区切らないででしいって言われるることがあるんですね大きく歌いたいのにいちいちそこでこう毎回コーラスの頭なんて僕ら別に間違いないよみたいな上手い人はいいんですがまあ普通はそこをしっかりフィルインを入れてクラッシュしてあげると。で上手くなってくるとだからそこのぼやかすのに逆にさっきのアイデアという逆で B のとこを普通のホビートにしといて A のところを3拍フレーズすると。 サビ抜けの A のところから3拍スレーズすると始めるとちょうど8324で3の倍数になってるからちょうど頭でボンって戻れるじゃないですかそうするとこうコーラスが1コーラス目と2コーラス目のところをこ,うこのように連結することができるでね。というような遊びもするんですがとにかくこうモードをやってるときにはまあ大事なのは2回の A のところはまあ同じ空気なんでいちいち区切らなくてもいいんですが。 A から B に行くところでちょっとムーブメントが起こるのでフィルインを入れて雰囲気変えてあげる。で A のところでまあ元に戻すんだけどそっから次の A のコーラス次の A のコーラスの頭に行くところにムーブメントを起こすっていうのを結構丁寧にやってあげるとまあロストしにくくなるのでセッションなんかにはすごくいいかなと思います。なのでそこら辺を気をつけてもらえばモードっていうのはうまくいくんではないかなと思います。以上ですありがとうございました